始めるか。もうどこに行けんって。私は一体どこに、これでいけるとこ探せばいいのか、俺は、とりあえず。まあいいや、あんまりなんかあれだもんな。旅してないからな。旅してないからなんか、とりあえずあれだ。とりあえず適当に行ってみるか。こいつもあれか、じゃあ。あれ、ちょっと待って。あ、消滅するわけじゃないのか。なるほど。持ってるとはなくなるってことね。そういうことか。持ってると見えなくなるね。そういうことにしておきましょう。あれ、こっちはあれだよな。こっち沼のあれか。え、南行くと、あれだろ？獣がいっぱいいるとこだろ？こっちは？こっちも、おい、こっち、もともとこっちから来たんだよな。どういけんって。道に迷ってねえか、これ。大丈夫？こっちのなんかあった？まあ、もう落ちちゃった、俺。バトラックス買ってみるか、じゃあ。もう、お金も結構あるしな。てか、昔から動画がこうやってなんか踊っていたんだな。バトラックスとも、もう強くないだべ。強くないだべ。あ、強くねえわ。ちょっと見てみたい、ちょっと攻撃を。あ、普通の殴る感じか、でも。まあ、持っててもまあ。まあ、いいでしょ。よくわかんないけど。あ、そう、アイテム買っとくか。ドッケスとか買った方がいいな。ドッケスだろ？横畑ゲーマセンジね。何、そんないっぱいあんの？あ、大量なんじゃん。これ、整理できないのか、これ。これ、ラブジの枕ってね、ブロンズ、これ、ここら辺なんかいらない気がするけどな。あらね、ブロンズは売れてなんかさ、あれは売れないの。バトラックスとか。使うってことか。でも一応なんか、取っとくか。ラムジいいや。よくわかんないけど。うちはまずいやつかもしんないけど。あの、ドッキさん持ってんのか。鍵もあった方がいいな。鍵買っとくわ。ドッキし。は無理とは。しょうがねえな。まあ、とりあえずこのままいっかじゃ。まあ、多分どうにかなんだよ。さあ、俺はどこに行けばいいんだ。まあ、今さまよってんだけどさ。で、今ここら辺全滅させて。鎖鎌はこの時持ってなかったよな。おお。ん？ちょっと待てよ。あれ、こっち行ったっけ、俺。あれ？ここは通れなかったとこ、もしかして。行ってなくね？あ、行ってないかも。その可能性はある。あ、これ行きてないな。ああ、ここか。なるほど。そういうことか。やっと謎が判明したぞ、ついに。ててもう楽だな。一発で出せないすごい楽だ。もうずっとこんな感じできたよ、俺は。そうだろ、ジャンヌ。そうですもんね。なるほど。お前誰なんだ、一体。おお、新しいやつが来た。おお、しかも強いですよ。ここはキャラでいきましょう。いや、むしろあれかも。なんか、アイテム使うか。これ何もらってんの？気になるな。ポーション、マトックいらなくねえか。マトックこんないらねえよな、多分。はい。叫ん袋。わけのわかんねえ、また物体が。どっちだ、これ。こっちからやってみる？なんか繋がってそうだね。じゃあ、左からやってみるか。じゃあ、左からぐるっと行けなかったわ。行けなかったわ。一体俺何をやってるんでしょうか。あ、もうなんか白っぽいのが見えんな。めっちゃ強いな。とんでもねえぞ。あ、そういう感じで迷路か。また敵がいきなり強くなったな。せっかく楽できると思ったのに。まあいいけど。まあそういう油断ができないという緊張感がまあ、面白いのかもしれんな。トゥー、まあレベルも上がるだろ、こうやってまあ倒しまくれば。うらいいぞ。いや、とりあえず分かんなかったら、とりあえず片っ端から行けばいいんだ。やった、レベルアップ。てれてどうしようかな。とりあえず魔法、まだ魔法でいいだろ。どんだけあれだよ、どんだけあげんだって感じだけどな。まだあげるでしょ。もう30グラム上げてもいいだろ、でもなんだったら。あ、でも普通になんかレベル上がっても、あ、でも普通にレベル上げてもあれだよな。多分、MP 上がんないよな、おそらく。
じゃあ魔導士タイプを選ぶことによってスカーあれなのか MP 上がんねえのか、あもしくは賢者、もう一個あったよね、賢者だかなんか忘れたけど、まあその可能性あるんだ。まあいいや、用があんねえな。とりあえず俺は、とりあえず俺はレベル上げればいいんだ。訳が分からなくなったら。こう何？お！ウェンデル！ついに来たぞ、ウェンデル。じゃあ止まるか。じゃあ止まっていこう。すげえ、なんか街じゃん、完全に。あれ、あいつがいいんじゃん。あれ、お前あれだよな。彼女を大事にしな。彼女なんてでえ。何悪くなってんだ。だってあれじゃないの。お前なんか、ジャンのあれだろ、なんか、彼氏みたいのいただろ。よくわかんねえけど。あれは何だったの。お前誰だ、お前は。マナの系中も、人目に見たくての、それは立派な木だそうだ。なるほど。キッチンも見たいんだな、お前は。それいい話じゃないか。滝に繋がる。人も大ちゃんは皆マナに支えられて生きている。大聖堂、大聖堂はちょっとまだあれだな。また後でいいだろう。おお、完全待ちじゃん。ドワーフの洞窟がある。西行けなかったけど、おい。あ、こうやってどかすのね。残虐性が、残虐性半端ねえな。変わり映えしないね。あ、間違えた。使っちまった。連打してしまった、間違えて。どけ。なんでバイオレンスなんだ。シーバー。おぉ。ティ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 。あ、武器上がんじゃん。これはなんか買っとくべきなんじゃないのか。なんかあればの話だけどね。鉄カブト、これは欲しいだろ。でも買うべきでしょ。ただもう今日金普通にあるしな。これで上がるんだったらもう全然あれでしょ。めっちゃ上がんじゃん。上がったね。じゃあそれでいい。それでいいのだ。街自体はそんな広くないな。あれこっち行ったよね。こっちから来たのか俺は。さっき。じゃあ大聖堂行ってみる。よーし。怪しいな。これ大丈夫か？罠じゃないかこれ。俺は心配だぞ。私がシーバーじゃ。ボガドから話は聞いておく。ジェマの同志じゃ。ペンダントはマナの印。魔王陣営したらペンダントからあなたがなすべき使命が聞かれよ。本当に？これ多分さらわれるぞ、これ。ゲーみたいな感じの展開来るぞ、これ。これやばいぞ、これは。早く！やばい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 。え？誰？大きくなりましたね、チャンヌ。お母さん。バンドール。大事なことを言い渡します。よく聞きなさい。娘のあなたは、マナの一族である。ほう。マナの木から生まれた。あ、そうなの？精霊じゃんじゃ。マナのため、それはマナの木を邪悪に染まるのを守る。使命を背負っています。まあ、精霊じゃねえか。精霊とも限りねえか。バンドーラはマナを悪用し、セガの部屋を焼かした。マナの木に誰も近づけないペンダントで封印をした。グランスが同じ過ちを繰り返そうとしている。ジェマの騎士の助けを得て、グランスはマナの木に近づけてはなりません。うん。まあ、とりあえず全部準備さえいいんだろう、とりあえず。母の像は消えた。なるほど。おい、大丈夫か、この、不穏。お、なに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 低い線で攻めてきた。なんで安全な場所へ。入って、お前どこ行くんだ。なんで俺はどうすんだよ。俺も行きます。なんか変っつう。変すぎだよ。いや、あいつやばいだろ。え、後ろから風つかれた。あいつ、あの男、まさかあいつが。え、なんで。おい、様子が変じゃったな。え、まさかあいつ裏切り者だったのか。敵が、ウェンデルが、なんということだ。これやばいんじゃねえか、これ。いいよ、いいよ。
あなた無事だな。もう全然なんか、酔いぶちかましてる場合じゃないぞ、なんかもう。うわ、なんでこんななってんだよ。何事マジで。行くしかないか。お、ジャンヌは。おい、お前だったの？ジュリアス、俺を助けたのに。本当だよ。私の力も完全なものではない。大聖堂の儀式を見るまでは、魔の一族であるという自信がなかったからな。今まで身を隠し、この店を守らなくてはならなかった。なんじゃそりゃ、早く殴れ殴れ、おい。下がる使え。めっちゃ飛ばされすぎたらどんだけ強いんだお前は。口ほどにもない。なんでだ。あいつさらわれてばっかりじゃねえかよ。どこのピーチ姫なんで言って。ジャンヌは西へ向かった。世話の素質を感じる。これを持っていて。ヒールの章。悪い時な、エスナーか、もしかしてこれは。なーにそれ。とんでもない話だな。すごいな。仲間だってやつが、なんかまさか敵のなんかも、敵の黒幕だったなんて。とんでもない話だ。じゃあ西に行けって話か、じゃ行くとするか。謎の、さらわれた姫を取り戻すための旅に出るという。東に行けばいいんだっけ。東じゃねえ、西か。西っつったよな。もう全然こいつ倒せないじゃねえかよ。お前何なの一体。てててて。お、これはなんかあれじゃないか。お、これはタートルズが、タートルズ出てくるかもしれない、もしかしたら。ここからあれ、あれなんじゃないの。あの亀が、あの、ガチで出てくるかもしれんな。俺はそれ楽しみにしている。てれ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 て。お、全然当たんねえぞ。お前たち。俺どっち行ってないっけ。こっち、こっちは行ってないそうな気がすんな。ちょっと記憶ないわ。とりあえず俺は行くぞ。俺は行く。俺さ、どこまでも進んでいくの。あれな、これカニと戦った記憶あんな。あれカニと戦ってなかったっけ俺。まあとりあえず行ってみようか。これな、ここ回ってきた気がするんだけどな。でな、カニなんか一発で倒してながら超楽みたいな。あ、戻ってたのか。俺は戻ってきてしまった。あれもどう家に行ったよ。おい、あそこどうやって行くの。あのわけなかんね、左のわけなかんね。あれどうやって行くんだ。あそこでも行けなかったよな。あぶね。トゥ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 。よし来たぞ。あんたも成長したもんだ。そうか、ありがとう。そうだな、もうちょっと上げとくか。まあどうし、30ぐらい欲しいな。これどうやってか、これ切れないのこれ。あ、間違えた。これさ、なんかでできないな。鎖鎌とかで切れないのか。ダメ？バトルアックスは意外といけるかもしれない。バトルアックス。え？え、マジじゃん。いけんじゃん。え？いけるじゃん。やば！バトルアックスこの効果あったのか。てかこれ、完全にあれじゃねえかよ。これ分かってなかったらもう完全終わってたじゃん、もう。やばいな、これは。とんでもねえ話だぞ。どうやっていくの、これ。マジか。マジか。まさかこんなことがあるだなんて。そう、欲張っていけません。そうか、欲張っていけないのか。よこせ、早く。俺は先に進まなきゃいけないんだ。トゥルトゥル。こっちは正解か、じゃあ。お、家がある、家がある。よし、俺はこの家に行かなきゃいけない。よーし。さあ、なんだ、ここは。どうやこれ。寝るのが一番。押し止まるぞ、俺は。まいどトゥル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 。てか、まさかまさかバトラックス。ちょっとこれは意外すぎるわ。てか、やってみるもんだな。なんでもやってみるもんだわ。じゃないとちょっとあれだな、もう。わからんよ、ほんと。何があるかわからんぞ。とりあえず、俺はチェーンフレールが大好きだから、ここ使わせてもらう。そして、レールをガンガン上げるぞ、俺は。もう、どんな上げでいいでしょ、もう。上げるべきじゃん、上げるべきじゃん、じゃん。ちょ、待って、左は怪しいな。こういう感じが。じゃ、行っちゃえ。行ってしまえ。よーし、さっさと終わらせるぞ。てぃてぃてぃ、これ、ね、トロッコ。トロッコ、サビちゃって動かない。
おい、せっかくここまで来たというのに俺なんか持ってないのか、俺は。錆びついてるのかね、マトック。困った時はマトックだ。これで押せばいい。うれぇ、残念でした。残念だったね。私はどこに行けばいいのかな。どうすればいいんだ、これは。そう、相談しよう。誰か相談乗ってくれ。なんもねえんかい。なんもねえんかい。これじゃねえよ、こちらは。またあっちから行かなきゃいけないわ。トゥ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 。まあ、下のことが言ってないもんね。じゃあ、下の方行ってみれば。そっちの方に行けば何かしら、あと話が変わってくるかもしれん。ほら、ほら。ガヤロどもが。トゥ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 。ここ怪しいな。もう全然行ってないじゃん、だって。蜂はいいよ、蜂は。やるってもやるべきか。いや、でも、まあ、遊び方めんどくせえからな。でも、こいつはなんかあれだな。うわ、やばい。まずい、ミスった。トゥ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 。こっちは、お、こっちもなんかあるぞ。これなんだ、これは一体。ほわ、ガイア。口の中に勝手に入るな。くわー。なんだこいつ。あれ入れないの。勝手に入るな、何これ。後々に入るパターンか。それも何かしらあれかなんか。詰めればいいのか、中に。これ倒せないな、一発で倒せないのか。てぃ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 、あそこでもなんかあるぞ。いろんな、お、これじゃねえか。これが怪しいな。てぃてぃてぃ、俺は倒していく。なんかゼルダやってる気分なんだ、たまになんか。俺の気のせいだけどな、それは。てぃんてぃてぃ、おい、華麗に避けるな、お前は。お、家を発見してしまった。てけ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 てん。ここは一体何だというんだね。マトック、錆び取る。お、錆び取る、これだ。なんで。じゃあ、何か使わなきゃいけないのか。一個しかないやつある。ポーション。お、しょうがねえな。これでいいだろ。なんで、これで OK なんじゃないの。で、これ多分さっきの方が戻れば、おそらくは先に進めるはず。私の予想としては。まあ、せっかくだから、まあ、いろいろ回ってみるか。ディ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 ーってか、もうあれじゃん、もう。ここなんだよ、ここは。お。うん、うん、うん。ごめんなさい。おー、ドワフ。スリーにもドワフあったな。西に飛んでいった。西の大陸に行くには、ガイの洞窟を抜けなくては。あー、そのガイの洞窟に来てんだよな。ワッツ。サビついてもわからないだろうな。なるほど。なかなかいい感じのあれだな。なんか今のポジションが落ち着かないんだよ。なんなんだこれ、なんか。実況ポジションが。なんなんだこれは。狭いな、ここも。古代の怪物が化石となった洞窟。ミスリル。冒険好き。北の廃校に探検に行ってると思うよ。へえ。なるほど。ワッツとやからが、そこにいるというのがね。てってれてれてってーん。じゃあそこに行って一体、俺は何をするんだろうか。てってってってーん。またじゃあ戻ればいいのか。行ってしまうか、じゃあ。行ってしまおう。ドゥドゥン、ドゥ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 。俺は動かすぞ、これは。これ大丈夫か、こんな大量にアイテムだけど。錆び取れる？おい、乗った。これやばいだろ、これは。もうこれどうすればいいんだよ。どうすればいいの、これ。ちょっと待って、装備変えたい、俺。装備を変えれば多少は、あれじゃ、敵殴れんじゃねえか。よし、これで殴るぞ、俺は。これ殴っていく。待って、敵、あー、やべえ、やっちまった、これ。一回一周回るべきだったか。なんじゃ、これ。戻ってきてねえ、なんか。もう敵倒し放題じゃん、もう。これ戻ってきてるべ。旅行で帰よ。あ、ダメだった。あ、な、食らってんな。あ、これあれがちょっとうまく変えていかないとな。おい。次のとこ変えていこう。ほっ。よし、これで変えたべ。さらに、いい感じじゃねえか。多分これで新しいエリアに行ったろう。おぉ、やばい、落ちてしまう。さようなら。マリオ RPG のなんかあれを漏らした。
おう、ワッツ、噂の。大丈夫。くっ。この洞窟に詳しいか。ケンスさんのミセルル探してるの。山分け、ミセルルか。あなた何してくれんの。七つ道具。お前ドラえもんか、お前、ドラえもん。ハイポーション。モグラのヒゲ、鍵。窓食ってんじゃん。いろんなもの持ってんじゃないか、君は。あ、これあれか、マドックないとダメなパターンか。多分先に進めねえな。ええー、ぞ。なんだこいつ。当たるケアがない。じゃあ、マドック、あ、ここであれだ、マドック使い放題じゃん。家も大量になるから。在庫処分しよう。あ、ミスったわ。ミスった。無駄にしてしまった。まあ、こんだけやれば十分だろ。多分。これ、鍵必要なパターン。大丈夫。ててまたあれかな、一応見とくか。ほらな、そんなことあると思ったけど、どっち行こう。まずこっちか。じゃあこれ何ん、あ、これ回復か。回復の可能性はあるな。うわー、また復活してる。やっちまったな。これもったいないことやっちゃった。その場で行かなきゃダメだな。まあ、こんだけやら、まあ、飲んでもなんで。知らねえけど。あいつから買えばいいだろ、だって。でー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 。終わった。でーでーでーん。でー、ちょっと待って。力上がんな、まあでも、まあ、もうちょっといいんじゃないか。間違えた。やらかしたー。ん、これどうやっていけばいいの。押す？なんだこれ。え、こういくとこうなってしまうんだよな。で、これはこうな、こうで。なんか押せないのか。あ、破壊できんじゃねえ。なんで。なんだよ、こんなことあったのか。なんだ。若干血迷ったぞ、俺は。おお。おお、斧が押している。すげえな。あいつめちゃくちゃ強いんじゃねえか。わかる、ちょっとここはまずいだな。いや、そこはまずすぎる。場所が悪い。よーし、いいぞ。ガンガンしかしレベル上がるよな。マックスレベルいくつぐらいなんだろう。聖剣3があっても50ぐらいだったからな。50いくってことは、まあ、なんか勝てるなんか30ぐらい予測してたけど、もしかしたらもっといくかもしれんな。このなんか、このペースでいったら。だって結構レベル上がってるでしょ。トゥ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 。おらおら。もうでも一発で倒せんな。レベル結構高いのかもしれない、もしかしたらね。別にいいけど。俺はそれで構わん。てれてん。どんぐらいなんだろうな。全体の長さ的には。上か下か？下しかいけないか。おお、これやばそう、やばそう、ちょっと待って。回復するか。じゃあポーション。まずポーション持っておこう。おい。なんだこれ。おお、いや、これなんか落ちた。え、これ落ちたらどうなんだこれ。神々のトライ放送も出し、思い出したじゃねえかよ。ほら、思い出しても、おお、そっから出てくるか。おい。まあ、勝てる敵だろ。スナック足して。やばいやばいやばい。やらかしたー。さあ、やるか。トゥ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 ーン。かかってこいや。貴様もおしまいじゃ。こっちに来るのかな。なんでこっちに来んだ、おめえは。おめえ、これ逃げらんでしょ。ふざけやがって。ふざけた真似を。この野郎、俺追っかけてきてんじゃないだろ、お前は。そのこと許されると思ってんですか。許されると思ってるの。俺は許さんぞ。いや、こいつは倒されたか。おい、手伝え。ドワーフの男よ。お前もこいつぶったけの手伝うんだ。こいつは首だけ狙ってないだろ。それの硬いのか、こいつは。体が。ででででんででで。ご了承じゃ。知るか。なんたるひでたらけだ。ひどすぎる。いや、もう倒れてもいいだろう。倒れたまえ。なかなかしぶてえお方だな、お前は。ふい。逃げる。これがないと結構不便だったな。全然当たんなくなった。まだいける。
じゃあ、まあ、あれだな。APR って結構あれだな。全然違うな。おい。おい、ズーム粘るな、お前は。とりあえず体力半分だったら、まあ、回復せるよ。ディ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 ン。どういう構造してんだ、この洞窟は。しぶてお方だな。おい、たか。これ爆発でダメージ食らうと結構やばくない？水いる。よし。先に帰って店の毒、お。検出さんも外の毒と通れる。あ、マジで。またじゃあ、そこで会いましょう。そして何か持っているのか！ファインダーアウトネクスタイム。あぶね。